でも向こうも行けるんだよね。青年小屋って書いてあるし。青年小屋じゃないですから、こっちですね。アホだなマジで。めっちゃ低い。めっちゃ低い。周り見ても曇ってます。はい、じゃあ山に登っていきたいと思います。レッツゴー、はい、レッツゴー。本当はここの方はいはいはい、いいです。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょうか。休憩ってほどでもないけど、よいしょ。はい、今日これから入り口まで続く道しるべつのかな。ああ、まあ、こっちには行くな、そのあと。ああ、こっちから緩やかだから降りれるんだけど、きついかな。うん、こっちよりはいいでしょ。なんも見えねえ。ここが半分くらい。ここで半分。標高1880m。 なるほど。なんて石積んであんの。ああ。滑る。お。水が通っちゃった。かまんなすけど。待て。サバイバル番組だったら撮ってみてよ。これ違うからね。やめてください、衛生的な問題で。ここがお尻側らしい。怖いです。川ですね。
山山山頂が向こうで、千年小屋が向こうですか。あ、どこ2100だ。あ、あとちょっとだ。2000、2000行った。ちょっと一回休憩しましょう。もうちょっとだって。もうちょっとってあと400m あるよ。高い高い。あそこの足安の小学校、うん、小学校で登るのが安住通りで、うん、中学校は近いから人がよくね。うん？中学校で来たらけのもんな。あでも若いと元気だからな。先生大変だよ。コスプレね。めっちゃ言うじゃないですか。お、山頂こっち。何分か下がる。素晴らしい。あとどんぐらいなのか知ったら絶望するからってことでしょうね。あれ、山頂異次元かな。はしごだ。あのはしご取れないかな。やばそうだよ。あ、ちゃんと杭で打たれてる。杭？あ、杭が。これはひでや。はい、お先にどうぞ。ズルルルって言ってね。終わったな、それ。サーフィン自分で行けるわな。行ってらっしゃい。多分下に降りる前に上に登ることになるよ。やば。え、雲きれい。上空1万メートルかな。だったら死んでるでもないか。おお、富士山見えなくなっちゃった。すげえ。こういったら諏訪の方も見れるよ。とりあえず上がりましょう。いや出てきこえねえな。うん、ありがたいんです。こういうの。はい、じゃあね、網笠山からね、帰る途中ね、千年小屋ってとこがありますんで、ちょっとそこによってね、引っ掛けてから戻ろうと思います。あれが千年小屋ですね。あれが千年小屋で見れるかな、そこからわかんないけど。お、川です。わー、何がおもろいの。千年小屋って書いてある。
30分かかるよ。はあ、はあ、でここに戻ってくると。シュールだー、とってもシュールだ。着いたー。はぁ、優しいしないと話してごらん。いや、話しがある着きました。はい、ということでしたね。今回登ったのはね、八ヶ岳の一番端っこの阿弥ヶ瀬山ってところです。まあ、だいたい半日ぐらいで登れるいい山なんで、皆さんも一度ご賞味ください。ということで、まあ、今回こんな形です。はい、では次回は富士山で。では